はい、皆さんこんにちは。今回は飛距離を伸ばしたい、飛距離で悩んでおられる方に向けてとっておきの練習器具を紹介したいと思います。で、先日あるメーカーさんのゴルフフェスティバルであったドラゴンで有名なドラゴンプロと話した時にも、実はシャフトのしなりで飛ばすんですっていう話を聞いたんですね。で、やはり柔らかいシャフトが装着された練習器具っていうのは効果的ですよっていう話もさせていただきました。で、実際僕らも練習レッスンで柔らかいシャフトっていうのは結構使ってレッスンするんですね。で、その中で柔らかいシャフトでボールを打つ、そういう器具もあるんですけども、柔らかいシャフトがついたその練習器具で素振りをしてボールを打つ、素振りをしてボールを打つ、この順序、これの繰り返しでリズム改善されてボールが飛ぶ、そのような効果的な練習器具がございますので、それを紹介したい。で、しかもその時に注意をしてしならせてほしい。で、体でクラブを振る、その柔らかいシャフトのクラブを振る、その素振りの練習器具を振るっていうのはすごい大事なんですね。その時にフェースの動きって実は大切です。そのことについてお話したい。つまり効果的な練習器具、おすすめ練習器具を紹介して、その正しい使い方、正しいしなり方についてお話ししますので、それをぜひ参考にしてもらって飛距離を伸ばす、そしてリズムを改善するという方向に持っていっていただきたいと思います。それではその練習器具ですけども、それはスイングプロです。このスイングプロは本当にこれ見てもらって分かるように、この黄色い部分がぐにゃぐにゃなんですね。で、普通にゴルフのグリップがついてると。で、ここにトンカチ、ハンマーのようなヘッドがついてる。これはまあスポンジの柔らかいものなんですけども、こういうハンマーのようなものついてると。で、ただこの道具はどうしたらいいんですか。これは素振りをするだけです。コツンと左、この肩のあたりが当たって、最後は右の肩が下に潜り込んでくると。このように持ってもらって連続で、で、このように持ってもらってこう助走をつけて振ってやる、これだけでいいです。で、柔らかいシャフトというのは体全体で振らないといけないので、それだけでリズム改善になる、つまり手打ちを防ぐんですよ。そういう意味でこのタオル素振りであるとか、この柔らかいシャフトが装着された練習器具を使うっていうのは、リズム改善、飛距離を上げるのに効果的なので、とにかくやってほしい、もうおすすめの練習方法です。で、ポイントがあって、ここを履き違えると全然意味がなくなるっていうのは、こういう柔らかいシャフトをじゃあ振ればいいんでしょうということで、手首を返してこのように練習する、こういう感じでね。そうすると練習の意味がなくなるということなんですね。で、実はこれをなぜ推薦したかと言いますと、このハンマーヘッド、このトンカチのようなヘッド、このハンマーヘッドがついているので、このハンマーヘッドがこういうスイングプロのこのスポンジの部分のヘッド、こういう動きをするようなシャフトのしなりを作るような素振りはしないでくださいね。あくまでもここでボールをこう叩くように、そういう動きをするようにシャフトを、この黄色いシャフトをしならせてください。そういうイメージが湧く形がついた柔らかいシャフトの素振り専用のシャフトっていうことなんですね。練習器具っていうことなんですね。つまりここのこう降りてくる、こう降りてくる、こう降りてくる、イメージとしてはそんなに深く考えなくてもいいんだけども、このような返す、このようにして柔らかいシャフトが装着された練習器具、これはどの練習器具でもそうです。このように手先を返してシャフトをしならせて振るような練習というのは何の意味もない。
あくまでもこのトンカチみたいなのがボールにこう向かっていく、そういう練習をするっていうところが最大のポイントになります。で、一番いいのは練習場でこのハンマーヘッドがボールを打つようなイメージで連続する。それも下半身を使う。で、お腹に力を入れる、背筋で振る、体全体で振るというような素振りをしてからボールを打つ。それを繰り返してほしいんですね。それだけで自分の持ってるアイアンであり、ドライバーなんでもそうなんですけど、あれ、これ思ってるよりもシャフトをしないでも感じるなって不思議な感覚になります。その感覚が初めてシャフトのしなり、あるいはヘッドの遅れ、ためっていうのを作ることになるんですね。なので、硬いものを持って振ると手に力入りますので、この柔らかいシャフトで素振りをして、それからボールを打つという練習を練習場で繰り返してください。では、これでちょっと練習場にいるような感じでボール打ってみますね。はい、ではイメージを掴んでもらうためにあえてボール打ってみますね。ただこれはボール打つ道具じゃないので、あのボールは打たないでほしいんですけども、このここの面ですよね、ここの面でボールを打つような感じ。だからまあ T を打つぐらいならいいと思います。ボールは打たないです、危ないんでね。だからこの感じでこうボールに向かっていく、このイメージです。つまりこのここの部分がこういう風になるんじゃなくて、このように向かっていく。シャフトをしならせて、このようにやる。だから、ボールだと本当に当たらないんで、その T でもいいので、練習場で T をこう打つイメージ。それを体でイメージ。そうすると、手首の向き、手のひらの向きがあった上で、リズムを掴んでフェースをボールに向けてシャフトをしならせるっていう感覚が身につきます。なのでぜひこのような面の向きに注意をしてこれを使ってください。で、その後、普通の自分の持っているクラブでボールを打つ。それの繰り返しを続けるだけで、下半身でクラブを振れる。シャフトのしなりを使えるようになります。ぜひ、使ってみてください。おすすめです。はい。では、今回の動画が良ければ、グッドボタン、チャンネルご登録もよろしくお願いします。それでは、エクセレントスイングを出して、レッツゴー!